マジでさ、帰ったら結婚式マジでどうする？いやそうやねんな。いやそもそも海人が結婚って早いよな、ほんま。いや、ほんまにそうよな。なんか集まったもん、何したらいいか分からんな。え、海人、何したら喜ぶやろ。何するんがやろな。例えば海が、バンジーとかありじゃん。これはマジでえぐい。うわ、怖っ。行くでー、行け。3、2、1、カイト結婚おめでとう。うわまあ悪くないねんけど、カイ君だけよなこれ。いや確かにこれやとちょっと物足りんねよな。誰かなんか得意分野なかったっけ。あれ、そういやタクトさ、剣道できたんちゃうかったっけ。まあ一応やっとったからな。タクトさん、意気込みどんな感じですか。ああ、まあラクロスであんまりええとこ見せられへんかったから、今日は行動で見せていきたいと思ってます。いやー、タコさん、あったまってますね、これ。当たり前じゃん。おらーよし。まあ、個人的には悪くないねんけどな。いや、なんかみんなできへんかな。いやー、まあせっかくこうやってみんな集まってるからな。もうピラミッドでええんじゃん。ライト、キッチャー、結婚おめでとう。これ地獄やで。社会人待ってこれなしやろ。ほなどうするよ。漫才は。いや漫才はなしやろ。滑るで。なんか普通にカイトとキッチャンの2人のいい感じの動画をまとめて流すよ。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。絶対カイトが求めてる余興じゃないしな。おもろい余興してくれ言われとるしな。みんなで余興でダンスでもやるか。これ裸ね。それな、見たことない。あ、歌いながら踊るってこと。うん、なるほどね。ほらちょっとみんなでやるけど、当日まで遅刻したら全員坊主な。頼む。